マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。さあ、いよいよ今日からね、6月の放送ということで、ね、早いよね。6月の5日、ね、はい、まあ、今月が終わると、まあ、1年の2分の1が終わってしまうということなんですけどもね。この間ね、うん、やっとあのゴールデンウィークが終わったと思ったら、もうすぐ6月になっちゃった。まあ、あっという間ですよ ね、 あっという間ですね。まあ、1年というか早いんだろうなと思います。はい、自分もですね、うん、お誕生日が2月、そうね、もうそれからもう4ヶ月経ったんですけど、うん、また4ヶ月経つと人見の子のお誕生日みたいな感じ で、ね、1年1年がどんどん早いなという感じで、早い歌手の人は生誕祭とかそういうバースデーライブとかやるじゃないですか。ありますね。ああ、また次の1年が来るんだなっていう、そういう感じですよね、きっとね。そうですね、うん、ラグモさんの生誕祭さんも生誕祭もやらないとね、また来年ね。いや、もういいです。今年やったんで次は5年後かなと思いますけど、いやいや、まあ、生きてればの話ですけど、落語を中心にねやろうかと思います。で、ね、で、まあ、誕生日からもう4ヶ月も過ぎたんですけど、うんうん、先日あの作詞家のね、横山道義先生という方がいらっしゃるんですけど、はい、北海道札幌の出身の方なんですけど、横山先生のマネージャーさんの工藤さんという、はい、女性の方がいて、まあ、映画なんかにも、ね、出てたりするんですけど、工藤さんが、まあ、随分遅れたんですけどって言ってお誕生日プレゼントをくれたんです。かわいかった。恐竜、恐竜です、ね、恐竜、恐竜のぬいぐるみなんですけど、よくあのなんかオウムじゃないけど言ったことをなんか記憶して喋ったりするのがあるじゃないですか、おはようって言ったら、おはようとかっていう、そういう恐竜なんですよ。なんか喋りかけるとそれをなんか覚えて記憶して言い返して、最後にガオーって言うんです。かわいいな、はい、そういう恐竜を今飾って毎日なんか恐竜に話しかけてなんて話しかけてるんですか。おはようとか、うんうん、今日はいい天気だねとか言ったら、今日はいい天気だねガオーとかって言うんですね。かわいい、それとってもかわいいお顔してる恐竜でしたよね。そうですね、ティラノザウルスかな、割とあの強い恐竜なんですけど、うんうん、まあ、ぬいぐるみになるとユーモラスでかわいいね。かわいいですよね、うん、恐竜大好きな南雲さんには欠かせないね。結構自分の部屋には恐竜がいっぱい飾ってあります。あ、いっぱいあるのですか。いっぱいありますね。で、恐竜のすごいナップザックみたいのも結構あって、じゃあそれをこう背負ったりしてるんだね、お家では。あんまり背負わないですけど、昔あのエリザベスちゃんっていう女の子がいてね、ひとみちゃんと一緒にあのユニット組んでた女の子に恐竜のナップザックあげたんですけど、あんまり喜ばなかったですねやっぱりあのエリザベスちゃんはね、女の子らしいですからね。うん、女の子って恐竜あんまり好きじゃないのかな。好きな人多いですよ。あ、多いんですか。ひとみが恐竜好き。まあ普通かな。今こう新幹線が、福井の方まで
伸びていって、うん、福井県って恐竜のなんか行ってみたいなと思うんですよね。遺跡というか骨が出るじゃないですか、うん、で駅前に恐竜がいるとかっていうんで行きたいなと思うんですけどね。いつか行ってみたいです、はい、ね、皆さん一緒に行きましょうね。恐竜博物館に行きたい。そう、行きたいです、はい、というなんか恐竜と毎日戯れている今日この頃でございますけど皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組はね皆様からのメールを募集しておりまして、はい、はい、メールアドレスは、はい、mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメールを寄せてください。お待ちしております。さすがですね、瞳ね、急に振られてもパッと出るわけですよね。そうです、でも長年やってますからね。なんかね、自分の電話番号何番ですかって言われても出なかったりしますもんね。出ます？出ます。言っちゃダメですよ今で、分かってきてますもんね、うん、ね、携帯の番号今から言いますみたいな感じピーとか言わなきゃいけませんけどもね。わかりますか、ご自分の携帯番号。自分の番号は意外にわかんない時もありますけど、自分で書けないじゃないですか。まあね、うん、でもなんか連絡先で書いたりするんで、まあ昨日までは覚えてましたけど、うん、たまにいろんなこと忘れちゃいますよね、うん、誕生日がいつだったかなとか、うん、住職が何番だったかなっていうのを忘れたり、うん、皆さんはしないもんなんでしょうか、うん、ディレクターはしないんでしょうね。なんか今日のディレクターは日に焼けてるように見えるんですけどハワイとか行った？はい、ランニングで。あ、すごい、来た。お痩せになった気がします。いや、やっぱ健康的でいいですよね。日に焼けて体が締まる、日中に走るというのはいいことづくめですね。いいそうですね。皆さんもやってください。まあぼちぼち関東地方も梅雨に入ろうかなっていうような時期ですけども、嫌ですよね、鬱陶しい時期はね、うん、なんか梅雨は嫌ですね。でも梅雨っていうか、そういう雨がないと、うん、農家の方たちも大変ですもんね。お米とか、まあ、お野菜とか果物、これが野菜とかのために、まあ、必要なんだなと思って、ね、まあ鬱陶しいけど我慢すればいいんですかね。そうですね、うん、まあ、こういう時期は日本は北海道からこう沖縄まであるじゃないですか、はい、北から南まであって、はい、まあ、沖縄とかはもうすぐ梅雨が逆に明けちゃうのかもしれないですけども、これからこちらは梅雨ですもんね、はい、北海道というところは梅雨がないんですよ。そう、カラッとした天気でいいな。だ、6月とかは北海道に行きたいなって思いますよね、うん、6月はやっぱり行きたいですね。カラッとしてて、なんか夏はやっぱ北海道行きたいっすよね。そうですね、うん、こっちはもう暑くてしょうがないですもんね。いや、湿度もすごいし、そう、猛暑、まあ、今年もね3ヶ月予報で、6、7、8すごい高温と予想されております。ね、皆さん熱中症にならないように皆さん気をつけてください。こまめにね水分などお取りくださいね。本当は夏に行きたい北海道なんですけど、うん、ひとみちゃんなんと、はい、11月に北海道公演が決まりました。決まりました。11月の20日と21日、はい、もうすっかり雪が降ってるかもしれない。そうね、あのできればもうちょっと早く行きたかった、ね、北海道にお住まいの方々、はい、どうか江永ひとみを見に来てください。11月20日はですね、はい、札幌時計台ホール。やった。時計台って言ったら札幌で、まあ、一番有名な場所ですよね。そうですね、石原裕次郎も歌っていた恋の街札幌の時計台のあの時計台ですよ。そうです、あの中で歌うという。素敵、嬉しい。これは人生初。人生初ですよ、ね、時計台の中で歌うって素敵ですよね。ポッポッポッとか、なんか鳩時計みたいにはしないんですね、じゃあね。ポッポッポッするかもしれません。時計台の窓から顔を出してね、そして翌21日は、火曜酒場ありがとうというところでやります、はい、かつて小樽のありがとうというライブハウスだよね、ひとみちゃんやったことがあるんですけど、はい、小樽のライブハウスありがとうを経営されている高島さんのお兄さんがやられている札幌のお店でございます、はい、こちらで21日あります。ぜひ来てください。ぜひ皆さんいらしてください、はい、まあ、お待ちしております。この時期はね、もうだいぶ防寒対策も必要になると思いますけども ね、 そうね、11月も末ですからね。そうね、ちょっと寒くなってる、ね、うっすら雪はもう積もってるかもしれないですよね。そうですね、はい、でも楽しみです。北海道なんか温かい美味しいものとか食べて ね過ごしたいですけどもね。そう、美味しいね、北海道ならではの食べ物って何でしょう、うん、北海道なら、あ、ジンギスカンとかですか。ジンギスカンですか。ジンギスカンとか、あとはカニですか。カニ、味噌ラーメン。味噌ラーメンとかね、いっぱい。イクラ丼。そう、食べ物がいっぱい美味しいのがあるので満喫していきたいと思います。はい、まあ1日3食ですからね、何を食べるかよく考えて計画的に、はい、
マックとかは、まあ、その日は避けて、まあ、北海道ならではのものを食べたいなと思います。はい、お便りをご紹介しようと思ったんですけどちょっと時間が押しましたので来週に回したいと思います。はい、わかりました。はい、はい、じゃあここでね、ひとみちゃんの曲をお届けしたいんですけれども、はい、えなかひとみ101曲目のシングル、はい、風少女やった頬を染めて、はい、これもいい歌でございます。いい歌ですよ、はい、皆さんぜひ覚えて歌ってください。さあでもねこの歌を聴きながら、リスナーの皆様にはミッションがございます。はい、江中ひとみさんが皆様に謎々の問題をお出しします。考えながら歌を聴いてください。今日の謎々の問題はこちら。はい、床をひっくり返して出てきた食べ物は何？床をひっくり返して出てきた食べ物は何でしょう。さあ一体何が出てくるんでしょうか。何が出てくるんだろう、床をひっくり返すとね。はい、ラジオの前の皆様そしてスタジオの下田ディレクター一生懸命考えてみてください。はい、それでは風少女頬を染めてどうぞ。Yesterday, 恋は
名曲ですね、風少女、頬を染めて、ね、すごく可愛い曲で大好き、はいはい、まるで絵中瞳のような歌でございますけれども、あ、さあ、皆様はなぞなぞの問題を考えたでしょうか、はいはい、もう一回じゃあ問題をお願いします、はい、床をひっくり返して出てきた食べ物は何でしょう、さあ何が出てきたんでしょう か下田ディレクター、今日は、うん、うなずいていますやっぱランニングしてね、日焼けしてるからちょっと頭のね調子もいいんでしょうねでは回答をどうぞ。おかゆ。おかゆという答えですけれども、正解ですか？正解です。正解、はい、床ひっくり返してかゆ、おかゆです。あ、字に書いて逆に読むとかゆ、かゆ、おかゆ、やられました。さすがですね、文武両道ですね。そうですね、はい、ではここで、リスナーの皆様に、本のプレゼントでございます。株式会社ナウンドで好評発売中、英単語ピーナッツほど美味しいものはない、ピーナッツのように英単語を2つ並べて覚えるとこれが身につくんですね、ひとみちゃんね、うん、はい、レベルに応じて金銀銅の3グレードあります。これをセットにして5人の方に差し上げたいと思います、はい、そして番組からは可愛らしいトートバッグを差し上げたいと思います。こちらは何名？1名です。こちら1名でございます、はいはい、では欲しいという方はどうしたらいいですか？はい、 mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメールください。お待ちしております。はい、英単語ピーナッツ希望もしくはトートバッグ希望と書いてください、はい、ください。では人気コーナー、えなかひとみと語ろう、今日は何にしようかなと思ったんですけど、はい、幸せとは何か。いや、なんか哲学的ですね毎回毎回すごい壮大なテーマを話してくれますけども幸せとは何か。そう、はい、皆さんこの幸せを求めて日々生きてる、悩んでね、これを追い求めて努力されてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、さあ、えなかひとみ流、幸せとは何か、これはどんなものなんでしょう。幸せは一般的には、はい、はい、その人にとって不満がなく望ましい状態のことです。うん、なるほど。じゃあ人によって幸せっていうのは違うということなんですね。全然違うと思いますよね、はい、うん、ラゴンさんは今お幸せですか？不幸じゃないですかね。なんでどうして不幸なのかな。いや、なんかね、毎日眠いし、まあいろいろね大変ですよね、うん、体の調子が悪かったりとかね。今日も注射打ってから来ましたけども、はい、そうなんですね。でもなんか僕一回お坊さんに聞いたんですけど、お坊さん、はい、はい、なんですか、皆さんね、お金があればいいんじゃないかとか、健康ならいいんじゃないかとかって言うんだけど、うん、お金がある人はある人でもそれなりに悩みがあったりとか、うん、健康な人でも悩みがあったりするので、はい、まあそういう立場になるとそれは尽きないものなので、うん、まあ今をいいなと思えば、うん、住めば都と思って生きるようにしていますけどね。そうですよね、はい、満ち足りていて不満がなく望ましい状態のことっていうのは、まあなかなかね、ないけど、なかなかそこまで行っちゃうと、うん、次にまた目標とかって決まってきちゃうから、そこがまあ永住の地ではないですもんね。そうですね。瞳はどうなんですか、今幸せですか、満ち足りてますか？満ち足りてるというか、はい、日々まあいろいろお仕事をしていまして、うん、まあ、歌以外にもこうやってラジオさせていただいたり、インターネットテレビに出たり、はい、レースクイーンをしたり、カードレーサーになったり、あと役者、舞台、はい、うん、舞台をやったり映画をやったり ね、うん、なんかね、まあ自分のプライベートがないんだけど、はいはいはい、充実してるかなっていうのはありますよ、まあ、やることがねいっぱいありますし、もう忙しいんだけどいろんなことに挑戦しようとするのね、ひとみは ね、今度詩吟も習います。詩吟ですよ、やりました。ずっと習いたいなと思ってたんですよ。でもたまたまその師匠という方に出会いまして、はいはい、あ、私習いたいですって言ったら OK くださいましてね。大変詩吟界ではね、もう大御所高橋芳雄さんという方に、高橋芳雄様、えなかひとみ様弟子入りをしまして、弟子入り、弟子ですで、まあ、甲子園球場での始球式のオファーが来てもいいように週に1回ピッチング練習も欠かさないという。そうなんですよ、皆さんこの努力も10年くらいになりますかね、ピッチング練習しまして。そういうことで毎日幸せを感じてるんですね。そうです、一度もまだお指は来ないのですけども、うん、でもだいぶ上達したんですか、キャッチャーもノーバウンドで届くようになったんですか？届きます、届きます、届きます。そうです、ちょっとこう腕の振りとか、はい、
重心の掛け具合だったりとか、はいはい、まあ、先生に褒められました。じゃあだいぶ成長してるわけですね。成長しました、この10年間でね。すごいですね。いやいやいや、はい、どうか野球関係者のプロ野球関係者の方々、いつでも至急式 OK でございます。まずは草野球ぐらいからね、地元のなんか少年野球でも何でも結構でございま す、ね、皆さんご用命がありましたら、はい、江中瞳何球でも投げます。何球でも投げます。リクエストがあれば100球ぐらい投げますんでお願いします。お願いします。はい、BGM が流れているんですね。この星いっぱいのキス、はい、そこで山口治先生が作詞作曲してくれた曲でございます、はい、この歌もまた幸せになる曲でね。幸せになる曲で、はい、うん、やっぱりね、幸せってこう、うん、人それぞれ違うと思うんですけど、はい、自分が幸せだって思うのは、うん、やっぱりこう不満がないこととかストレスがないことではなくて、はいはいはい、まあ、いつもこうやって健康で生きていられる、はいはい、で仲間がいる、うんうん、やっぱそういうことがやっぱり幸せかなって思います。健康とかね、周りにこう家族だったりお友達がいるってことはね、素敵なことですよね。でもなかなかどっか体調が悪かったりとか孤独だったりする人もいると思うんですけど、うん、そういう人はどうしたらいいでしょうか。孤独な方ですか。はい、ご自分からですね、うん、例えば友達ねなと思っていたら、うん、まあ、ラジオを聞いてこの番組をね、はい、そういうとこお便りとか出してくださると、こう私たちが読み上げるじゃないですか。そうすると一人じゃないな、あ、こうやって聞いてくれて僕のメッセージ読んでくれるやつだけでも幸せになりますもんね。電波を通して江中瞳と会話をしてるみたいな。そうなんです。やっぱり、まあ、昭和の頃のねラジオ番組なんてのはそういう人生相談みたいな感じもありましたもんね。やっぱりこういうちっちゃなつながりも幸せと感じますもんね。でね、やっぱり時間がないっていうかプライベートがないっていうことよりかもですね、はい、人を恨んだり妬んだりする暇がないので、人が例えばこう成功したら喜んであげるし、悲しんでたら励ましてあげられるし、かといって嫉妬心なんか全くないんですよね。まあ、いろいろね周りを見たらキリがないんでしょうけど、うん、嘆いたり憂いたりするんじゃなくて、うん、そう、まあ、小さなことに喜びを。そうですね、ガリガリ君を食べて当たりが出たら大喜びするぐらい、そう、 そういうぐらいの心の広さを持っていたいですよね、うん、日々人の誹謗中傷ばっかりやってると疲れちゃって生きてる価値がないと思うの。まあ、そういう人はそうそうあんまりいないと思いますけどね。いないと思いますけど、やっぱり皆さんね明るく人の批判をせずにね生きていた方がそれが幸せかなと思います、はい、今日もね江中瞳さん、ね、もう倫理法人会で講演をしてますから、もうね慣れてますよね。そういう生きるとは何か、幸せとは何か、時間とは何か、人間付き合いとは何かね、はい、距離とは何かとかね、人との距離感はこう取りましょうとかね、いろいろ言ってますからね。人との距離感大事、はい、はい、すごい、もうエンディング、あら、こんなになっちゃった、曲流れてるんですね。夏ストーリーでございますね。これはですね、ユミソラ様が、はい、作詞作曲してくださいました。はい、じゃあ、ひとみん情報を取り急ぎ、はい、お届けします、はい、今度の土曜日ですか、6月の8日、はい、はい、うちの妹の誕生日でございますけどもね。あ、6月の8日、はい、葛飾区、はい、都立水元公園野外ステージで葛飾勝負祭りというのがね開催されます。12時10分から江中ひとみ歌謡ショーが行われます。いらしてください、はい、ひとみちゃんの他に、ひとみちゃんが結成したジャンジャンジャンバレーというユニット、はい、そして、浅草の太陽石川和恵さん、諸角谷千代八さん、はい、ゆうかあいかさん、みつきはるかさんなどいろいろ出演されるというイベントですね、はいはい、楽しいのでぜひぜひ見に来てください。ジャンジャンジャンバレーデビューでございます。ぜひ楽しんでもらえると思うのでぜひいらしてください。はい、はい、じゃあ、あと5分ほどしますと日付が6月6日になります。6月6日になりましたよ皆さん。ひとみちゃんの102曲目のシングル西風カノン、やった、こちらが各種音楽サイトから配信になりますので、はい、ぜひ聞いてください。皆様レッツダウンロード204円でございます。はい、聞いてください。では6月6日の花と宝石いきましょう。はい、お花はアイリス、お石はアルキサンドライト。はい、この日にお生まれになった方の性格でございます。人を喜ばせるのが大好き、鋭い感覚で、うん、すごい感性、人を見抜くことのできるエンタメの仕事が合ってるそうです。かっこいいですね。かっこいいですね。はい、じゃあ、はい、今週も聞いていただきましてありがとうございます。ありがとうございました。来週まで See you!